はい、どうもジョンさんです。今回はリスナーの方よりオードリーの若林さんの歌声がとっても気になるということで解析検証してまいりたいと思います。それではですね、早速このオードリー若林さんの歌声をお聞きください。そうですね、オードリー若林さんの歌声をお聞きいただきました。とてもね、素晴らしい歌声でございますね。まあ、若干ですね、まあかなり、まあ結構ですね、音程が気になったので検証してみたいと思いますね。こちらですね、音声解析ソフトでなるべくね、歌の部分が集中して聞こえるように編集してみました。こちらですね、また私のこのチャンネル登録者の中でこの画面見慣れた方でも多分この感じを見たら少しですね、不安定な感じは少しね、解析結果からも少し分かってしまいますね。ただね、なんかすごく真面目にね、歌われていたのでとても良かったですよね。おそらくですね、このガラスの少年、私もですね、何度も演奏したことあるので分かるんですけれども、多分元気ですよね、元気の E マイナーかな、 E マイナーで F シャープですね。確か F シャープの音が最高ですね。この今もうちょっと拡大していますね。私がですね、このマウスで示しているこの辺り、ここら辺が最高音となってるんですけれども、まあ、ちょっとどこを見渡してもですね、 F シャープまでは出ていない模様ですね。でちょっとずつ見ていきますかね。おそらくこれテレビサイズで A メロもね、半分にカットされていると思います。キーは元気ですね。その元気っていうところにですね、少しですね、悪意じゃないんですけれども、なんか隠されているような気がしますよね。そして若林さん、歌ね、あまり今この歌を聴く感じではあまり歌い慣れていないですね。その中でこの元気で F シャープっていうのは、まあ男性にとっては少し高いんですけれども、歌い慣れてる人にとってはそこまでね、高くはないんですけれども、若干高いですよね、歌い慣れてない人にとってはね。E ぐらいで収めとくのが、カラオケのキーボタンで言えばマイナスを2つフラットですかね、フラットを2つ押すぐらいが多分ちょうどいい、もしくは歌い慣れていないのであれば4つぐらい押してしまった方が歌いやすいとは思います。この D ぐらいでね、最高音が D ぐらい、やっぱり最高音はやっぱり気になるところなので、出てないとどうしてもね、不安定な感じの歌声に聞こえてしまったりしますからね。そのこの若林さんは多分歌い慣れていない中で、キーとかもよくわかんないままでやれって言われて元気で出されてしまったので、やっぱり F シャープが出なかったので、まあ、よりよくね、番組が面白くなればいいってことですね。こんな感じでやらされてしまったので、若干かわいそうな気もしますけれどもね。これ初めて見た方のためにこの画面説明すると、低いところにあるこのオレンジの塊が声ですね、こっちかな。そして上にあれば少し高くなりますね。そしてこの白い部分に合っていれば、そのキーの音程に合っているよということですね。あくまでも解析結果なので目安なんですけれども、最初から見ていきますかね。これはおそらくテレビ収録なので、ちょっとね、笑い声とかね、入ってしまっているんですけれども、まずここですよね。雨がみたいにいくところを、この音程わかりますか？ B、E、B、C、M、C っていくところを、なんか謎の F シャープかちょっとよくわからない音に行ってしまいましたよね。なんかすごくポルタメント滑らかに落ちていったので、どこの音程かちょっとわかりにくいですね。つまりこの最初のここの音は拡大してみていますね。この B の音が本当はもう少し上、ここら辺まで出て、これももうこれはね、結構出てるんですよ、この E の音はね。そしてこのなんかちょっと F シャープって解析されているところが少しよくわかんない音程になってしまいましたね。本当はこの C、B ですね、 B、E、B って出ればよかったですね。こんな感じで、そうですね、若干まあここは結構なアクシデントでしたね。でもなんかあえて狙って出してるぐらいのなんか自信を持ってここ出してるんでね。素晴らしいですね。この踊るのところも
C の音が出てればいいですね。心ですね。このここ若干下のこの B がここら辺まで出てるのでなかなかですね素晴らしい結果ですね。この後いきますね。ドシシ、あでもこの辺結構そこそこ出てますね。ここら辺の音程で来てるので、まあ、若干ですねこの音程がですね荒ぶっているのですね間違いないんですけれども、でもそこそこここら辺の音程に来てますね。最初ね、ここもう少し上の方に来てくれればよかったですね。ここはねそこそこ音程来てますね。そうですね、ここもなんかやけにたまに落ちちゃう時がありますね。これもなんか A あたりで来ていればもうちょっとね違った感じではいったと思いますね。ここもなんか素晴らしいですね。難しいですもんねこの歌ね。本当はねこの下のタは B までここまで上がるのがいいんですけれども、ちょっと上がりきらなかったですね。まあちょっとじゃないんですけども、3音分ぐらい上がりきらなかったですね。まあここは見ないふりしていきますね。次いきますね。ここねいいですね。謎の D シャープの音で伸びてしまったので、ちょっとね聞いてる方にちょっと不安感がですね覚えてしまったところですね。でもなんかね真面目に声を出されているのでね非常に好印象ではあると思うんですね。ただ音程が全然違ったということですね。ここですね、ひび割れたのところをEまでね出さなきゃいけないので結構高いですもんね。これもなんかちょっと謎の音程のところに行ってますね。本当はここら辺さがですね完全なる、まあこのキーとは違う音なんですけれども、でも自信持って出されてるんでね結構音程はまっすぐ伸びてるので、僕はねこれでいいんじゃないかなと思いますね。すごく自信持ってね出されてるんでね。そうですね、このなんかちょっと203年だか普天八部だかわかんないですけども、いいですね。そしてやっぱりのこの伸ばした音が自信を持って出されているんですけども、ちょっとキーから外れた音でしたね。 B ですね。この半上だったらばすごく良かったんですね。でもやっぱり何度も言ってますように自信持ってね歌われて真面目に歌われているのでいいんじゃないかなと思います。サビのところ、OK ですね。今うまかったですね。これ難しいですね。 F シャープファミミシファミミシみたいにいかなきゃいけないので、本当はねここの音カラオケを歌ってない方にとってここ出ないですね。多分若林さん全然分かってなくてこの元気で歌わされたので絶対出ないですね。でもリズムは結構正確なのでいいと思います。音程がねただ出なかっただけで、このちょっと伸ばすとき自信を持って出されている音がいつもキーとは違う音なので、若干ですね全体の印象がこういう感じになってますね。素晴らしいですね。次の部分、リズムはいいんですね、とってもね。ただ音程が出てないだけなんで、こうですよね。難しいですよね。特になんか難しい曲を選んでしまったような気がしますね。最後の部分、ここも本当は半上なんですけども、いいですね。そうですね、これも全部2個上の感じですね。本当はここ出て、ここの部分もここで出た方が本当は良かったですね。ただ自信を持ってまっすぐ伸ばされてるんでね、ここでねこれ一番ちょっと中途半端な D シャープと E マイナーの間ぐらいで自信を持って出されてるので、僕はなんかとてもなんかね自信を持って声出されてるんでいいんじゃないかなと僕は思ったんですけれども、いかがですか。
なるほどですね。いかがでしょうかね、皆さんね。なかなかちょっとこの解析ソフトもこれ音程どこなのみたいな感じですね。戸惑っている感はですね否めないんですけども、アメガなんでここに行ったんだろう。アメガ踊る、もし修正するとなればちょっとね後ろの音楽も入っちゃってるんですけども、アメガ踊る、ちょっと無理があるぞこれは。こんな感じ。ちょっと細かいところはほっときますね。こういうとこだけ直してる。素晴らしいですね。もうちょすげえ適当だけど。やけに春日みたいな太い子になってたの。コンビだということで、これがまあ圧倒的に違う音なんですよね。圧倒的存在感になってますね。ここの Stay With Me はとっても難しいですね。 B、C シャープ、D シャープ、D シャープっていかなければいけないので、後ろの音楽も曲がっちゃうから良くないか。エディットが荒すぎる。これぐらいでいいか。これはプロの仕事じゃない。一応ですね、今編集してみましたけども、ちょっとね後ろの音楽あるのでとても難しいっていうか、まあ不可能なんですけども、基本はちょっともう一度修正してみますね。いかがで、ダメだなこれは多分。いかがでございましたでしょうか。オードリー若林さんのガラスの少年ですね。でもなんか自信を持ってね、自信を持って声を出されていたので、あとはね音域が少し狭いので、もう2つ下か4つぐらい下が多分僕はいいんじゃないかなと思いました。それでしたら結構ね印象は違うと思うんですね。高い音程がやっぱり出ないのでしょうがないですよね。この音声エディットはですね、全くプロの仕事ではなかったんですけども、少しですね修正してみました。多分ねキーさえ合っていれば若林さんもっとねいい声で出せると思うんですよね。話してる声もねいい声してますもんね。プロのね芸人の方とかね、よくね一緒になることも多いんですけれども、やっぱり皆さんいい声してますよね。ですので絶対キーさえ合ってしまえばいい声を出せると思うので、キーの設定だけね、もう少しだけなんか音楽の知識ある人が周りにいたりとか、まあ今回の場合ね多分狙って出したと思うんだけども、やればいい声はね出せると思います。そんなねオードリー若林さんのガラスの少年をですね解析編集してみました。またですねリクエスト等ございましたらメッセージやコメント欄までお願いいたします。ジョンさんがお届けしました。お疲れ様です。